元奈良奈です。今回はめっちゃめちゃ可愛い新作の家具たちが入ってきました。で、まあ、どういった家具たちが入ってきたかというと、ポンポン、この辺にトラックが結構通っていて、もしトラックのピーピーとか音が入ったらごめんなさい。こういったハンドペイントの家具たちが入ってきて、もう I'm in love って感じです。後ろにもちょっと2つご用意してるんですけど、まあ、これはピンクですね。でカラーが3色あって、もうあなたのお好みに合わせてカラーも選び放題という形になっております。それで今週は初週に2本動画を上げるんですけど、今日のこの動画と明後日金曜日の同じ時間夜7時に上がるんですけど、でそこではこの今日ご紹介するハンドペイントの家具のなんかイメージをそのまま皆さんにお伝えしようと思って作った動画です。家具の可愛さとちょっと私も漏れたので伝わったら嬉しいです。では今から早速喋っていきたいと思います。レッツゴー。豊かで独創的な色彩があなたの感性を刺激する、世界で一つのオンリーワンですっていうことなんですけど、まあハンドペイントということで、まあ、こういう風にバラのハンドペイントをされてるんですけど、でハンドペイントっていうのは一つ一つ職人さんがもう手でペイントしているんですよね。だから世界で全く一緒のものって絶対に探しても一つもないんです。だからなんかもうオリジナリティにあふれた家具で、個性とかデザイン性を求める方にはもうすっごくおすすめしたいです。私たちのポリシーはときめくを世界からっていうポリシーを持ってるんですけど、このハンドペイントだったら世界にたった一つのハンドペイント家具があなたの毎日にワクワクとかときめきとかを与えてくれるよっていう、まあ、世界から集めてきた珍しいアンティーク調の家具であったり、こだわったデザインとか彫刻とかそういうもので皆様の毎日がときめいたものになれば、ときめいたものを世界から、そして私たちから提供させていただければという思いで作られたポリシーになっています。このハンドペイント家具たち、まあ、また写真をポンってポン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 って出しますけど、まずアピールポイントとして、1、軽くてコンパクトで、どういうことみたいなこと思うんですけど、家具ってまあ重いじゃないですか。どこを持つにし引きずりたくないし、でまあこういった家具って女性の方とかの方が買われることが多いと思うんですけど、そういった時に、まあ、1人で持ち上げたりできないってなると、ちょっと業者さんを頼まなくちゃいけなかったり、男性の方がいる時にしか模様替えとかができなかったりとかあるじゃないですか。ご安心ください。本当に私一人でも持ち上げられます。ちょっと持ち上げてみますね。この通り楽々持ち上げられます。お掃除とかする際でも本当に簡単かなと思います。ピールポイント2つ目、現代では数少なくなったハンドペイントということで、ハンドペインターが一つ一つ丹念に描いています。先ほども申したように全く同じものは世界には一つも存在しません。だからあなただけの家具っていうのを味わってもらえるかなと思います。3つ目、明るく可愛い空間を演出と言いますと、まあ、見てもうこの空間で分かっていただけるかと思うんですけれども、色のトーンを明るくして可愛さを最大限に引き出したものになっているので、どんよりした部屋の雰囲気にならない、ブリブリはしてないんですけど、お部屋の印象としてパッと見た感じも暗くなるはずはないですよね。まあ、うん、お部屋がパッと明るいと、まあ、お仕事疲れてなーって帰ってきてもはーってくつろげる空間になったりするかなって思います。4、あなたの大好きな色をチョイスしたいということで、ピンク、ブルー、ホワイトの3色をセレクトしました。ホワイトとブルーとピンク合わせておいてももちろん可愛いし、統一感を出してピンクだけの部屋を作るだとか、空間に合わせてその色を変えたりしてもめちゃめちゃ可愛いです。もうそれはお好みかなって思います。5、お試しできるように価格も抑えました。特に20代の方、まあ、私ぐらい
の方とかに可愛いお部屋を楽しんでいただきたいと思って、まあ、できる限り本当にコストを抑えて、でも可愛さはもう妥協したくないですから、そこも考えて価格設定をいたしました。手の届きやすい家具じゃないんですけど、可愛い、そしてオリジナリティある家具をお手頃価格でお届けできたらなと思って、はい、してます。ビールポイントここまででした。なんか続きがあるのかみたいな言い方しちゃったけど、ビールポイントはそこまでです。商品コンセプトとしては、皆さんに可愛いインテリアを楽しんでほしいという思いから作られました。お気に入りの家具やインテリアがあなたの家や、まあ、個室にあると、まあ、見るだけでも楽しい気持ちになりますよね。帰ってきたら自分の部屋を見るし、起きてもまず見るのは自分の部屋だし、やっぱり好きなものに囲まれて好きな雰囲気でっていうのが一番大切だと思うんですよね。私たちベベのオリジナル品なので、このハンドペイントシリーズは他の家具屋さんだとかにはもう絶対にないので、もう楽しんでいただけたら本当に嬉しいです。で、そしてちょっと、まあ、これだけじゃアピールしただけじゃないかってなったら、なんかだから、まあ、ちょっと社長からこのハンドペイントを作るにあたっての経緯だとか思いだとかストーリーを聞いてきたのでお話ししたいと思います。ちょっと社長みたいな雰囲気になって呼んでみたいと思います。社長の凪乃です。あ、名字一緒ですが、私社長の娘です。社長娘です。そんな風に、まあしてないよね。してないよ、全然してない。だからまあ気にしないで。私がハンドペイントの家具に出会ったのは25年前。名前と場所は思い出せませんが、当時ハンドペイント村と呼称していたイタリアのベローナから車で 4,5 時間の農村部でした。当時の写真が少しずつ多分残っていると思うので、ちょっとこの辺に載せておきます。私は赤が大好きで、一目でその色彩に惚れ込み、自宅にも購入しました。はい、うちにもありました。グリーンも今画像がありませんが素晴らしかったです。自宅購入品は冷蔵庫の隣にキッチンシェルフとして置いていましたが、毎日楽しませてもらいました。できれば私たちも当時と同じものをご紹介したいのですが、25年前とはユーロ圏と日本のインフレ率の違いから毎年値上がりが続き、当時でもそこそこ高かったのですが、現在ではなんと 2.5 倍、約 2.5 倍に値上がり、はい、しまして、価格が跳ね上がっており、さすがに日本で販売する自信がありません。でもどうにかこの楽しめる家具を今後も日本に伝えていきたい、そう思い、15年前くらいに中国に渡り、手書き陶器職人が多い慶徳鎮近郊の工場で約1年の切磋琢磨のもと商品化できました。それから月日も経ち、色もだんだんと色抜けして色彩豊かなフレンチカラーに仕上がっています。材質はめちゃめちゃいいものでは、まあ高くてもろいとかなんてないですよ。20万とか30万の家具の材質に比べたらもちろんそこには届きませんけど、そこを補ってあまりあるデザイン性と希少性、あなただけのお気に入りの家具に選ばれたならこの上ない喜びです。ということで社長からの一言でした。このハンドペイントのアピールポイント、アピールしたい、私たちがアピールしたいものことであったり、商品のコンセプトであったり、ストーリーであったり、まあ、それを知った上でサイトもぜひ見てみて、ちょっと検索してみてください。もちろん全部の商品のリンクは概要欄の方に貼っておきます。ということで、この今日と明後日に上がる動画でハンドペイントの家具たちの良さとか可愛さが伝わってく、少しでももうこんくらい伝わってくれたら嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの URL は概要欄の方に貼っておくので、もちろん商品たちも概要欄の方に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。グッドボタン、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。100人集めさせて、トコトン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 トコト
ムさんみたいに駆け上がっていきたいのでよろしくお願いします。それではまた来週、あ、間違えました、今週は金曜日、あさっての7時の動画でお会いしましょう。